皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、不思議で奇妙な話、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。怖い話に限らず、思わずポカーンとしたような偶然とか不思議な話があったら教えてください。昔ベランダから周囲の家々の屋根を眺めていたとき、月のない暗い夜で、屋根とテレビのアンテナが黒くそびえて見えた。そしたらいきなりアンテナがすごい勢いで空に向かって伸び始めた。んなアホなと思った瞬間に元に戻っていた。そういう日常的なささやかな体験いい。子供の頃火の玉に追われた。うちは田舎だから火の玉っつうか狐火はよく見たよ。狐が遊び寄るんやとばあちゃんが言ってた。小学校の時に友達と空を見ていたら、飛行機らしき物体がいきなりすごい速さで左右に移動しまくってた。友達と二人でなんだあれと言ってたらいつの間にか消えていた。理由はわからないが人っ子一人通らない山道で女性を拾って町まで乗せたことがある。なぜ女がこんな場所にいたか不明だ。人家もなし、車も夜中はほとんど通らない場所なのに。お前よく乗せたな。さすがに放置できんだろ、冬だったから人道に反するし。朝起きたらズボン履いたままなのにパンツだけ脱げてた。数年前職場の友達と廃病院に肝試しに行った時の話。その建物の半地下にある食堂で、病院食が配膳されたそのままの状態で干からびてた。ちなみになんかの麺類。なんとなく怖かったな、それ以上に不思議だった。つい最近友達が子供の頃よく遊んだ公園で、老いと砂遊びをしていてでかい砂山を作っていたら、子供の頃別な場所でなくした超合金ロボを発見。したらしい。ちゃんと本人の名前入りだったそうな。中学時代テスト勉強前の7時ごろ布団に潜ってダラダラと今のテレビの音を聞いていた。番組も終わりに近づいてきたので、そろそろやるかと布団を出たら、いきなり夜中の2時だった。なんでだよさっきテレビの音してたじゃん、話もはっきり聞こえてたじゃんと。半泣きで試験範囲をやった。大人になってからもう一回こういうことがあった。俺は寝たじゃなく、家のベッドで寝たはずなのに起きたら病院のベッドにいた。俺には俺が生まれる以前の記憶がある。ただ前世とかじゃなくて、親父とお袋が俺が生まれたらうんぬんって話をしているシーンが記憶にあって、そのことを両親に話したら、場所や時間や話してた内容が見事に一致してた。自慢じゃないが宙に浮ける。ただし10センチぐらいで5秒ぐらいだが。ガキの頃親からジュース6本買ってきてと言われ、当時なら600円渡されて買いに行くのだが、その日に限って2本当たりそうな気がして、400円だけ持って出かけたら、本当に2本当たった。子供の頃は不思議な力を持ってたやつは結構いる。ただ大体大人になると力は消えてゆく。会社の仕事が忙しくて、家には食事と睡眠のためだけに帰るという日々を送っていた時の話です。その夜風呂に入って、ついつい眠り込んでしまいました。寒さで目を覚まして驚きました。浴槽のお湯がすべてなくなっていたのです。栓が抜けていたというわけでもなく、未だに謎な体験です。22時頃まで一人で残業があった時のこと。仕事も終わり、作業着から私服へ着替えるためにロッカールームへ行った。ロッカールームは工場付近の大きな建物の中にあり、工場内の人間が共同で使う場所だ。真っ暗なので電灯をつけようとしたが、蛍光灯が切れているらしく明かりがつかない。仕方なく非常灯の明かりで着替えることにした。
その時ロッカールームの奥では何やら人の話し声のようなものが聞こえていた。着替えている途中、こんな時間に誰かいるのか、と気になっていた。ようやく着替え終わり帰ろうとしたが、やはりさっきの話し声が気になる。この工場の人間は17時過ぎには帰るようになっている。遅くても18時だ。普通この時間に人がいるのはおかしい。その証拠に、工場の建物内部はどこも真っ暗だ。機械の音もしない。声の聞こえる方に行ってみた。すると、なぜかその途端に声が聞こえなくなっていた。不思議に思い、ロッカーの角から少し覗いてみた。しかしそこに人はいない。唖然とした。その時右耳の方から女性の笑い声のようなものが聞こえた。本当に耳元のすぐそばで、それで背筋が一気に凍りついた。混乱して、ロッカールームの出口まで猛ダッシュした。その瞬間は今でもはっきり覚えている。もう残業とロッカーはトラウマだ。普通に怖いよ。夕方の満員電車で話し声が聞こえた。うまく聞き取れないが、一人はおばさん、もう一人はしゃがれた声だった。話の内容はよくわからなかったが、なんか喧嘩してるような感じだったので、興味本位でよく見てみた。するとおばさんがうつむいて声色変えて一人で喋ってた。二重人格。そのおばさんの人生そのものが不思議そうだ。誰と話していたんだろう。中学の頃寝ていた俺が一階に降りてきて、こたつの周りをぐるぐる回っていたらしいが、母にちゃんと布団で寝ろと言われておとなしく自分の部屋に戻ったそうだ。俺はもちろん記憶にない。母の夢だと思っている。そういえば普段ものすごくおとなしい彼女が、夜中に覆いかぶさってきて、血走った目で俺の首を絞めながらものすごい形相で叫び続けたかと思うと、ガクッと倒れ込んできたことがあった。以前電車のホームで電車を待ってたら、それまで雑誌を読んでた男の人が急に線路に身を投げた。ホームに入ってくる電車。あまりにも突然なことで悲鳴一つ出せなかった。けれど私以外の他の人は平然としている。もちろん電車も何事もなかったかのように発車しました。テレビはもちろん新聞にも載らなかったし、噂にもなりませんでした。だったら私の見たものって、友達のアパートに遊びに行った時のこと。駐車場に車を止めて、ふと2階の友達の部屋を見上げると、開きっぱなしのトイレの窓に、白い煙を凝縮させた人の形をしたものがいて、規則的に頭を横に振り続けていた。やがて血の気が引いて固まっている私とそれの目があった。それの顔には目も鼻も口もないのだが、なぜか目があったという気がした。その瞬間、それはさっと頭を引っ込め、小さなトイレの窓の視界から姿を消した。帰ろうかどうしたものかと迷ったが、意を決して友達の部屋へ上がり込み、早速トイレを借りて、恐る恐るドアを開けてみたが、別段何も変わったことはなかった。友達に教えようかどうしようか迷ったが、気味悪いやつと思われるのも嫌なので黙っていた。そのアパートは決して古くもなく、これまで怪現象があるとも特に聞いていなかった。今のところ友達に怪異は訪れていないようである。俺は現在お菓子の専門学校通ってて、友達からケーキを作ってくれなんて依頼もあったりする。この前も友達に誕生日ケーキを作ってと頼まれ、夜中に一人で作ってた。俺は実家なんだけど、確か3時を回った頃だと思う。生クリームを絞ってた時に、突然肩をポンポンって叩かれた。でもおかんというか、なぜかめっちゃくちゃ怖くて振り向けなかった。深呼吸して後ろを振り向くと、棚にあるはずの、
母親が韓国のお土産で買ってきたチョゴリの格好をした女の人形が、なぜかテーブルに置いてあった。気がついたら外に出て友達の家に行ってたよ。おかんの話だが、ある夜おかんは突然目が覚めて、気がつくとトイレにいました。なぜか目覚まし時計を一緒に持っており、それをじーっと見つめていたそうです。翌朝、父方の実家から電話があり、おじいちゃんが亡くなったということでした。亡くなったのは、ちょうど母が時計を見ていた3時頃だったそうです。小学校の頃放課後教室の机の上でスーパーボールを弾ませて遊んでいた。そして友達の一人が大きなバウンドをさせようと思いっきり机にボールを叩きつけた時、そのボールは跳ね返るどころか、机をすり抜けて床に落ちてしまった。机に穴が開いてたわけでもなく、ボールを投げた奴が狙いを外したわけでもない。5人ぐらいで見てて、みんなその後は黙って静かに帰っていった。駅で走って改札手前で何かを落とした感触がした。時間がなくてそのまま電車に乗る。後で気がつくと財布がない。電車を降りて慌てふためいて探すがもうない。もう10年も使ってる財布で、がっかりして家に帰ると、財布が家にあった。てか俺どうやって改札くぐったんだ。これは結構経験ある人多いと思うのだが、麻雀をやってると、時たま次に来るパイがわかる時がある。一発つもの時とかに多いなぁ。あるねぇ、裏ドラっぽいとか思って持っておくと裏ドラだったとか。家の裏口に置いてあった俺の靴が右足だけパクられた。次の日右足を捻挫。その時はただの偶然だと気にもしてなかったが、それから約1年後、また右足の靴だけパクられた。すると次の日、右足の靭帯断裂。もう怖くて裏口に靴を置いとけなくなりました。幼稚園の時からカバンにつけているお守りがあるんだけど、紐が切れたり溶けたりで3回ほど落としたことがある。3回ともちゃんと帰ってきたんだけど、なぜか3回とも外人さんが拾ってくれたんだよね。これは何なんでしょう。祖父が死んでそのお葬式の前夜、家の2階で寝ていたら、誰か階段を登ってくるような物音が、離れに泊まってる親戚の誰かかな、と思っているうちに、足音は階段の半ばで立ち止まり引き返していった。それがその夜に何度かあった。翌日親戚たちに、昨日夜中誰かこっち来た、と聞いたら、誰もが首を横に振っていた。あれは少し不思議な体験だったなぁ。小学生の頃に友達と自転車でプールに行って、その帰りに友達の家で少し遊んだ。帰る時間になってポケットに入れてた自転車の鍵を取ろうとしたらどこにもない。どでかいキーホルダーがついてたので落とすなんてありえないので、慌てて探したけど全然見つからない。さっきまで座ってた畳の上や、友達の家に入ってから通った道筋も全部見たけどない。で、自転車はしっかり鍵がかかってて動かないので、仕方なく歩いて自分の家まで帰った。家に着いて床に荷物を置いてなんとなく今のテーブルを見ると、テーブルの真ん中に、あのでかいキーホルダーがついた自転車の鍵がポツンと置いてあった。両親が共働きなので家には自分しかいなくて、あの時は妙にざわざわして怖かったよ。ワンルームのアパートに一人暮らしの俺は、実家に帰る時や旅行に出かける前なんかは、神経質なくらいに部屋を掃除するんだけど、ある時から、帰ってくると必ずと言っていいほど、女のものと思われる長い髪の毛が落ちてる。出先で衣服に付着したと考えるのが妥当だけど、この間散々掃除した後寝ちゃって、起きたら長い髪の毛が落ちてた時はさすがに薄気味悪かった。小さい頃、
近所の川の中から話し声が聞こえていた。なんかすごく高い声の女の子が、5、6人で盛り上がって喋ってるみたいな。母に、代わっておしゃべりしてるんだね。って言ったら、そんなわけないでしょと一蹴され、それもそうかと気にしなかった。今同じ川に行ってもよくわからない。何だったのかな。コピペだけど、友達に借りたテープに録音されていたラジオ番組を聞き終わり、いちいち停止ボタン押すの面倒だからと、テープが再生し終わって停止するまで放っておこうと思ったんです。しばらく無音だったんですが、突然波が打ち寄せる音とともに、抑揚のない男の人の声で、海に浮かんでいるものでしりとりをしてみよう、という声が聞こえてきました。なんだこれと思っていると、小さな女の子の声で、人間、とつぶやくのが聞こえたと思った瞬間、バチン、と停止ボタンが跳ね上がりました。あの時ほどビビったことはなかったです。ちなみにテープはこの時伸びてしまって、二度と聞けなくなりました。このことを友達に話すと、借りたテープダメにしたいわけだろ、って言われますが、マジ体験なんですよねー。ここ読んでて思い出した記憶に埋もれていた話です。昔小学校2年か3年の頃の話ですが、家の近くに畑があったんです。かなりでかい畑でした。少なくとも普通の家が5軒は入るくらいの大きさでした。で、ある夏の日に、保育園からの友人 A の家に遊びに行った時、友人の A が突然、なあ、そこの畑掘ったらお金が出てくるんだぜ。知ってたか、と言い出しました。そんなわけないと思いながらも、言われるがまま一緒に畑に行くと、A がおもむろにその畑に入っていき、適当に手でザクザク掘り出しました。30センチくらい掘ると、本当に500円やら100円やら10円やらが出てきたのです。自分は信じられずにしばらくぼーっとしていましたが、A が、お前も掘ってみろよ、と言いました。半信半疑で適当に A の近くに行って同じように掘ってみました。すると、またしてもお金が出てくるではありませんか。驚いたっていうか、それより A を疑いました。A 曰く、昨日なんとなく掘ってみたら出てきた、とのこと。そんなバカな、どうせ A があらかじめ埋めといたんだろ、と心の中で思いました。友人とは書きましたが、結構嘘つかれたりしていたこともあって、あまり仲がいいってわけではなかったんです。そこで別の場所を掘ることにしました。まずど真ん中あたりを掘ってみたんですが、そこでも出てきました。他にも端っこの方やいろんなとこを掘ったりもしたんですが、かなりの確率でゲットできました。掘れば必ず見つかるわけでもありませんでしたが。で、結局5、6箇所掘ったんですが、確か合計金額で1万円以上はありました。1000円や5000円札もありました。友人がそんなにお金を持っているわけはありませんし、そしてそれ以後その畑には行きませんでした。小学校の低学年だったので、それほどお金に執着していなかったのでしょうか。あれは一体どんな理由だったんだろう。金銭感覚のわかる今ならもっとほっとけよかったと考えてます。ネタではなくて実話であるならばなかなか面白いですね。大学の友人と東京の山に登山した時のこと。山頂にほど近い結構景色の開けたところで休憩していた僕らは、ベタなのだけれど、やっほー、とか叫んで、帰ってくる山彦を楽しんでいた。その時友人のうちの一人が、何の気なしに、おい、と叫んだら、明らかに友人の声とは違う声で、なんだー、と山の向こうから声が返ってきた。向こうの山は人が登れないほど荒れた山なのに。
小学校高学年の頃だったか、父の実家のある山奥の村に家族で行った時のこと。父が、山でまた旅取ってきてやる。猫酔っ払わせて遊ぼう、と言っておじと二人で山に入って行ったのだが、二時間後くらいか、父が血まみれで山の方から降りてきた。何があったか聞いても語ろうとしない。その後、父が寝てからおじに理由を尋ねたら、山の方にある最近できた滑り台にふざけた乗り方したらこけて放り出されたんだよ、と。本気で山に化け物でもいるのかと思ったのに。昨年の夏のことを思い出したよ。真夜中に兵庫県の山奥のとある県道を車で走ってたんだけど、もう1時間近く前を走ってる白いセダンがいるんだよね。その車の後ろ座席に女の子が乗ってて、後ろの窓から俺を見てる。最初は別になんとも思わなかったけど、どうも様子がおかしいんだよ。まるで人形みたいに、笑いもせずに首をかしげるように傾けてるんだけど、その姿勢のまま1時間以上微動だにしないんだよ。さらに表情が全く変わらない。目はずっと開いてこっちを見ていて、別に寝ているわけじゃない。なんだか薄気味悪く感じた。この子本当に生きてるのかなぁと思ってしまったよ。特に不思議な話ではないのですが、春に沖縄に行った際宿泊した民宿のオーナーさんが漁師もしていて、子供の頃から素潜り漁をしているらしいのですが、昨日の晩伊勢エビ取りに夜の海に潜ったら、今まで見たことない気持ち悪いのにあった、と言っていました。気持ち悪いのって何か気になる。人間には海に惹かれる人と山に惹かれる人の2種類がいるらしい。どちらも神の住まう場所であり、そこに行きたいと願うのが人の本能なのだとか。家とかで閉まっているドアを開けようとするんだけど、開けた隙間から目のとこが空洞になってるおじいさんが出てきたことがあるから、怖くてそのままの形で固まってしまうことがよくある。それもうちょっと詳しく聞きたい。俺の部屋は階段上がってすぐのとこにあるんだけど、そこの階段昼までも電気つけないとめちゃくちゃ暗いんだよ。で、その頃は全然暗いのが怖くなかったから、平気で上がっていったんだけど、昼間だったから、ドア開けたらすぐ光が入るなとか思いながらドアを開けたんだよ。そうしたら5センチくらい開けた隙間から、ずるっと顔が出てきたんだ。一瞬何なのかわかんなかったけど、なんかやけに長細いおじいさんだった。ほうけていたら、そのおじいさんはずるずる天井に吸い込まれていった。その間そのおじいさんはずっと俺の目を睨みっぱなし。でも眼球があるところが真っ暗で、それがすごく怖かった。その後おじいさんを見ることはなかったけど、あれ以来絶対階段の電気はつけていく習慣ができた。本当に怖かった。そんなおじいさんがうちにもいたらどうしよう。長期休みに祖父母の家に泊まった。茶の間でばあさんとテレビを見ていた。すると風呂上がりのじいさんが、あれ、なんで茶の間にいるんだ、トイレにいただろう、という。祖父母宅のトイレ渡って小便をすると、上の方がすりガラスになっているので、男が小便をしているというのがわかるのだ。ずっと茶の間にいたと告げると、トイレに人が入ってた、という。祖父母と俺しかいないはずだけど、その後じいさんたちが仏壇に念仏を唱え始め、俺は怖くなってばあさんと一緒に寝た。じいさんはボケてもいないし、嘘つくような人ではない。未だに謎。昔俺が寝てる時にふと起きたら、ベッドの横でこっちに向かって座りながら、俺を笑顔で見てるおじいさんがいたんだけど、俺は別に全然驚かなくて、なんだこの人は、とか思いながらまた寝てしまった。母親にそのことについて話したら、
昔俺によくしてくれてた林家のおじいちゃんの命日だったらしい。友達の家から帰る途中、ふと橋の上から川の中を見たら、丸い円盤状の光る物体が川の中にあったな。小学生の時、梅雨の時期で雨降りが続く頃に、兄弟ともども風邪か何かひいて家にいたことがあった。その頃アパートの4階に住んでて、ちょうど林と林の間くらいに、遠くのビルやらマンションが見えていた。雨が降ってるなと外を見たら、その林と林の間に、いつの間にか見慣れないビルが立っていた。透明というかガラスでできてるっぽい、すごく人工的な感じがする。何か存在感があった。今でも思い出せる。あんな建物あったかなとかぼんやり考えてて、でも次の日の晴れた日に窓の外を見ると、すっかりなくなっていてすごい驚いた。あれは何だったんだろう。弟にその話をしたら弟も知っていたけど、何度見てももう見えなかった。一人暮らしの部屋のベランダで洗濯物を干していた時、残りの洗濯物を取るために一回部屋に入ってすぐ戻ったら、ベランダの手すりにリボンが結んであった。私の部屋は9階の角部屋、リボンのある位置は隣のベランダから手を伸ばしても届くはずのないところ。ほんの数秒しか目を離してなかったのに、今でも謎です。小人の仕業。見つけた時はしばらく立ち尽くしてしまいました。ベランダで思い出した。受験のお守りとして買った石のついたネックレス。合格した後なくなっちゃったのね。シンプルですごく気に入ってて。でもどこ探しても見当たらない。諦めて何日か経って、友達と私の部屋で喋ってる時に、ベランダを見た彼女が、あれ何？というので見てみると、ベランダの手すりのとこにネックレスがありました。ベランダには毎日のように出ていたはずなのに、嬉しかったけど不思議でした。小学校の遠足の時河原に魚の死骸があった。友達に見せようと何気なく石を乗せた。友達が来たので、魚死んでたよと石をどけたけど、死骸はなくなっていた。場所を間違えたのかと思いそこら中の石をどけたけど見つからなかった。自分は全然動かなかったし、魚は確実に死んでいたし。今でもよく思い出す。絶対部屋にあるはずのものがいくら探しても見つからなかったことがあった。引き出しに入れたんだけど、念のため部屋の隅々まで探して家族にも聞いてみたりしたんだけどなかった。前に住んでいた家で本を読んでいて、ちょっと用があって席を外したら、その本がなくなっていた。ソファーの下やテーブルの引き出しやあらゆるところを探したのに、その本は二度と見つからなかった。俺は霊感はないのだが、3年ほど前の夏の盆に、暑くてぐったりと昼寝をしていた。うつらうつらして、ふと気がつくと部屋の中がなんだかガヤガヤうるさいんだよ。体は金縛りにあったように動かなかった。動くまぶたを半分開けてみると、布団の周りをたくさんの足がぐるぐる回っているのが見えて、足首よりちょっと上はぼやけて見えなかったが、そのうち一列に並んで、近くの寺が密集している方向に向かっていった。寺がそっちだってことは後で気づいたんだが、まあ関係あるかどうかはよくわからないな。別に怖くはなかったんだが不思議だったね。うちの父は庭いじりが趣味で、天気のいい日は毎日のように庭に出ています。その父が特にお気に入りなのは、高さが5メートルほどの山桃の木。何でも家を建てた時、前の林にあったのを気に入ったので植え替えたというもので、今では実をつけなくなりましたが、私も気に入っている木です。そして3日前、朝起きた父は、なんとなく2階から木を見つめていました。風が割と強い日で、
窓を閉めていても風のうなる音がかすかに聞こえてきます。と、その時、突然山桃の枝の一本が、あっという間にぽっきりと折れてしまいました。あまりに突然のことだったので父は驚き、また風が強かったため、早く枝を片付けないと、どこかに飛びでもしたら大変だと思い、急いで階段を駆け下りて庭に出て木の下に行ってみると、折れたはずの枝がどこにもありません。不思議に思いもう一度木を見ると、枝はきちんとくっついています。どこにも折れた跡などありません。父は寝ぼけていたのだと思い、庭掃除を始めることにしました。掃除を始めてしばらくして休憩することにしました。休憩は木の下でするのが父のいつものパターンでしたが、さっき見た幻覚が妙に気になったので、少し離れたところでタバコを吸おうとしました。するとその途端、木の方からメリメリっと音がしたかと思うと、大きな枝がどさりと落ちてきました。びっくりしていると、さっき見た幻覚と全く同じところが折れて地面に落ちていました。もし父が幻覚を見なければ、いつも通り木の下で休憩をして、枝が当たって怪我をしていたかもしれません。父は、木が教えてくれたんだと言って、今まで以上に丹精込めて山桃の世話をするようになりました。怖くもなくつまんなくもなく、ちょうどいい感じのレスが集まっていますね。いい感じのスレです。終わり。